浜選手が好きなんですか？大好き。めっちゃ大好きです。どんなとこが好き？最初、小学校の頃に足速いのが理由で好きになったんですけど、今もめっちゃ顔がめっちゃ好きです。足が速いから顔も好きになった。顔めっちゃ好きです。タイプです。めっちゃ。質問を2つどうぞ。何だろう。お酒飲むときに一番好きなおつまみ。お酒を飲むときに一番好きなおつまみ。はい、聞いてきます。ありがとうございます。お酒は普段飲まれますか？あのね、それがね、はい、お酒飲まないんですよ。あ、本当飲まないですか？そうなんです。とっても飲まないですか？まあなんかこう、先輩ととか食事とかでは少しあるんですけど、自分からは飲まないんですよ。あ、なるほど。じゃあ、白いご飯のおかずで、一番好きなのは何ですか？白いご飯のおかず？え、なんやろ。何やろうな。僕ね、そこの好みがね、もう本当になくて、好きな食べ物とか聞かれるのが一番困るんですよ。じゃあ嫌いなものは？嫌いなもの、はい、嫌いなものも、はい、そのね、僕難しくて、その日、あ、これ食べたくないなっていう食べれるんですよ。基本的には食べようと思ったら食べれるんですけど、なんか食べたくないなっていうのが、その日の嫌いな食べ物みたいな。すごい、初めて聞きました。いや、そうなんですよ。じゃあ、はい、ハンバーグ定食ぐらいにしておきますか。うん、ハンバーグはちょっと違う。あ、そっちですか。難しい。そう、難しいんですよ。そうね、難しい。じゃあ、みんな好きってことで。そうですね。まあでも、おつまみというか、はい、あの、結構ね、あのスルメ好きっすね。スルメは好きです。じゃあそういう系の居酒屋さんにみんなで行くと、そういう系のが好き。うん、まあ居酒屋行ったら、まあ、なかなかスルメで出てこないですけど、そういう、まあ、そういう系の乾きあるじゃないですか。そうですね。まあまあまあ、そういうおつまみ系は結構好きですね。エイヒレ好きですか？あ、エイヒレも全然美味しいですよね。はい、美味しいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、好きな選手誰ですか？矢野選手です。矢野選手、ちょっと見せてください。61番でキャプテンマークまで自分でつけちゃって。なんで好きなんですか？いや、もうユニークで。ユニーク、あのキャラクターとしても。入団した時から好きでした。あ、入団した時からのファン。はい、あ、いいですね。じゃあ質問一つ届けます。はい。何でしょう？ゴールデングラブ賞を狙ってますか？ゴールデングラブ賞を狙っているか。はい。見てきます。はい。お願いします。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。あの、ユニフォームを改造して、はい、大好きな矢野選手の、はい、ユニフォームにキャプテンマークまでつけるようになったんですけど、はい、ゴールドグラブ賞を狙っているかって質問が来ました。はい。もう絶対に取ります。絶対に取ります。はい。ゴールドグラブ賞ってポジションコットじゃないですか。はい。その辺はどういうふうに自分で考えますか？そうですね。まあショートも上手い選手たくさんいる中で、本当に難しいと思うんですけど、まあそれを取ってこそ価値があると思うので、取りに行きたいなと思います。なんならカープの内野手っていうのは本当に屈強だと思うんですけど、はい、どうですか、一緒にやってた。そうですね、もう小園も菊池さんも、まあ、坂倉とか林とかも本当にすごいプレーを間近で見れるんで、本当に毎試合毎試合はすごいなとか、ずっと思ってます。ちなみにどこでゴールドグラブ取れたら一番嬉しいとかありますか？まあ、一番はショートで取りたいなと思います。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。好きな選手誰ですか？初期選手です。初期選手、どんなところですか？もう足が速くて、もうとにかく面白くて可愛いところです。面白くて可愛いところ。じゃあ質問一つ届けます。はい。何でしょう？まあ、ちょっと初期選手足が速いと思うんですけど、走塁する時のコツというか、そんなのがあれば教えてください。足が速くて可愛いそうです。全然そんなことです。企業秘密ですけど、あの、はい、
例えば通りのスタートの仕方、コツなんかあれば、コツ、あの野球少年に向けても何かコツ、はい、一歩目とか一歩目、はい、まあ、一歩目出すときに頭が起きないようにだけですよ。頭を起こさない、同じ高さでスタート切れるように、なんなら低くなってもいいと思います。あ、はい、そうっす、そうっす、こういう感じです。こうすればこうすれば頭の高さを低い状態でスタートするに行った方が早いかもしれないかなと思います。お願いします。もう一個ちなみに他のファンの人なんですけど、はい、なんでそんなに面白いんですかって聞いてくる人いました。いやいや、もう矢野さんの方が面白いんで。矢野さんの方が面白い、はい、いやいや、僕は面白くないです。いや、そんなことない。いや、全然そんなあれです。矢野さんにも聞いていきます。はい、お願いします。矢野さん、そのありがとうございます。ありがとうございます。もうええって無理なんもない。なんでそんなに面白いんですか。逆に何で面白いんですか。なんでそんな面白いことできるんですか。別にそんなそんなやってない。僕もやってないです。一発芸とかやったことないです。僕もないです。自分一番やってるじゃないですか。一番やってる。終わった。無理です。早く次のエンジン期待します。やってないですか。エンジンって順番なんですか。いや、適当っす。適当っすか。その終わった人が選ぶ。終わった人が選ぶみたいな。あ、そういうことなんですね。じゃあ連勝続いてて、連勝続いてもそのままっす。で、一回負けがつくと、ちょっと変えようかって言って、その時やってた人が指名するんですね。そうですね。あ、そうなんですね。で、多分次矢野さんなんで。じゃあもう、矢野さんもやってみるね。矢野さんみたいなキャラクター数が多くなる可能性ありますよね。そうですね。でも、俺がやってもさ、面白くないから、もう普段やらない人が、そう、普段やらない人がね、一発消しちゃうと面白いんですけど、特にあの大森さんがやってくれたら面白いんですけど。そう、けどなかなかやんない。なかなかやんないです。もう6年目だけど、一回も行ったことない。あ、そうなんですか。一緒に。まあでも昨日大森さんで勝ったんで、今日も大森さんですね。そう、今4連勝中。今4連勝中です。あ、そうか。じゃあもう4回目、5回目ってなんですか。次5回目するとじゃあ今日のエンジン期待してですね。はい、次です。やらせます。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ、ラッシュース、まあ、先にお誕生日なんで一言もらってからいきたいと思います。ラッシュース。言ってよ言ってよ言ってよ。同じにここまで来ました。プロ入って80の誕生日になりました。今日絶対勝ちましょう。あとは大森さんにお任せします。いい一発芸、佐久間誕生日でドラゴンフライズも優勝しました。交流戦まだ2戦目ですけど、優勝目指して頑張っていきましょう。最高でした。最高。よろしくお願いします。